こんにちは、カオルです。今日はお水取りに行ってきます。でお水取りって何だろうって思う方もいるんですけど、ホーイ取りとも言って、いい時間といい方向を使って、いいお水と、美味しいものを食べたり美味しいものを買ってきたりして、運気を上げていく、なんて言ったらいいのかな、鬼門遁甲術っていう学問なんですけど、これは日本の方位取りっていうのは、一泊から九死、その一泊は一泊、時刻は時刻っていう感じで、同じ 星の人と一緒に行かないとダメなんだけど、この鬼門遁甲術っていうのは誰でも、その一緒に行けるっていう、学問なんですけど、私も25年前からこれをやってるんですけど、なんか本当に楽しく、毎月やってます。コロナでちょっとね、3年近く行けなかったんですけれども、ここねしばらく行ってますで、今日は、初参加の人もいるので4人で楽しく行ってきたいと思います。今日は時間は朝9時スタートで、東に向かっていくんですけれど、目的の場所は佐野です。で佐野にすごい美味しい、湧き水で作っているお豆腐屋さんがあるんですけど、そこは、吉越食品っていうお豆腐屋さんなんですけど、とっても美味しいんです。でそのお豆腐を、買って、そしてそこに湧き水が湧いているのでそのお水をもらってきます。そして周りに美味しい食べ物屋さんがあったらみんなで食べていきたいと思います。じゃあ行ってきます。行ってきます。ここは湧き水で作ってるお豆腐屋さんです。じゃあいろいろ見て買いましょう。いろんな芸能人の人がいっぱい来てるんだね。ゆばりのお豆腐がすごい美味しかったんだけど、私3年ぶりだから、うん、いろいろお店の中も変わってると思うんだけど、うんうん、富士見ゆばです。 ある、とろーりおぼろとか、うん、あ、とろーりおぼろってね、すごい美味しい。生ゆば豆腐とか、前は4つ入りだったんだけど、今1個ずつで売ってる。あ、そうそう、それ欲しい。生湯葉、うん、生湯葉、はい、これものすごい美味しい。ここにしかないんだよね。おなんちゃって説明してじゃあ今湧き水を出してもらったので、ここで湧き水を取ります。で、このねお水でここのお豆腐屋さんは全部作ってるので本当に美味しいです。うわー、すごい冷たい。でも とにかくね湧き水ってすごい美味しいから、
で、いい方向といい時間を使って取ったお水って腐らないんだって。うん、ね、はい、取れました。お昼を小山の食の駅で食べてきました。おうどんだったんだけど、手打ちのおうどんでね、すごい太い麺だし、大きなかき揚げですごく美味しかったです。どうでした？すっごく美味しかったです。また来たいです。お豆腐もたくさん買いましたか？はい、たくさんいろんな種類のがあってたくさん買いました。ね、初めて参加された方です。じゃあこれから、高速に乗って、またちょっと寄り道をして帰りたいと思います。この動画良かったら、グッドボタンでチャンネル登録よろしくお願いします。カオルでした。